私ね、いつもね、興奮するとちょっと汗かいて、必ずこれが曇っちゃうね。なんとかこれがね、曇らないようにしたいんですけどね、マスクないと困っちゃう。そうですね。こんにちは。こんにちは。東京下町都電沿線で自由塾町屋教室を運営しているブラボー先生と申します。本日は こちら、修徳中学校高等学校の、教頭先生、小笠原先生と、対談ということで、お話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。去年以来ですね。そうですね。ちゃんと私も表敬訪問という形でここまで来るのは初めてになりますが、自由塾町屋教室町屋ですからね、アクセスとしては抜群ですね。北千住から乗り換えでここまで来て、で亀有からバスで来たんですけれども、修徳学園前、修徳高校前か、ちゃんとバス停もありまして、そこから徒歩1分くらい、アクセスも抜群ですね。はい、亀有駅に着きました。でバスターミナルですね。でドン、両塚基地。実はブラボー先生と誕生日が一緒です。すごい。よし。さあ、修徳学園入り口に来ました。修徳学園はどこにあるんでしょうか。合ってたっぽいです。合ってたっぽい。あ、歩いて1分くらいでしたね。はーい、無事修徳中学校高等学校に、到着いたしました。女生徒は、はい、高校は徒歩で、徒歩でだいたい亀有から12、3分で、そんな感じでしたね、はい、早速ですが修徳中学校高等学校のご説明を、自由塾町屋教室のこのチャンネルをご覧の皆様にご説明いただければなと思います。はい、修徳中学校高等学校で教頭してます小笠原です。改めてよろしくお願いします。今先生の方からお話をいただいたように、本校は東京葛飾区にあります、まあ、下町になりますけれども、ちょうど駅で言いますと常磐線でいうと亀有、それから京成線でいうと青戸の駅、ちょうどその中間点にあるようなところです。非常に下町というところで、人情味が厚いところだと思いますけれども、近隣の生徒が集まってくる場所、生徒が集まってくる場所になってきますので、やはり子どもたちも非常に優しい生徒が多いというのがうちの学校の特徴でいいところじゃないかなというふうに思っております。うん、はい、面倒見のよさというところから言わせていただくと、一度ご覧になっていただくと分かるんですけども、はい、アットホーム的なところというところがあります。また特に私学として、やはりその学習面に関しては当然、将来のことを考えて、いろんな面で特に英語といった部分では英語力を身につけるために、いろんな研修、それから授業なんかでも英検だとかそういったものに対しての対策講座なんかと行っておりまして、英検対策ね、はい、やっぱり今その小学生中学校 のニーズの一つに英検対策すごいあるのは、やっぱりその出口の方ですね。今大学受験の改革がすごい進んでおりまして、で難関大学がどんどんその外部英語試験を採用して英語 その独自試験をやらなくなってきてますね。ですからやっぱり中学校のうちから慣れ親しんでおくことで、例えば6年間あるわけですからね、で大学受験をするときに、まあ、2級よければ12級っていうところがあると選択肢いっぱい増えてきます、ね、多分たくさんあるんじゃないですか、部活動。そうですね、うん、野球サッカーをはじめとして、うん、から最近人気なのはバドミントンだとか、はい、あと女の子ですとテニスだとか、あとチアリーダーだとか、まあ、全国大会に行くクラブというのがその中でも限られてきますけれども、いや全国大会に行くクラブがまずあることがすごいですけれども、ね、他に運動部以外はどんな活動がある？例えば科学部だとか、 あと力を入れてると吹奏楽ですね、はい、部員数も、今 4,50 人あっておりまして、そうですね、あの大会なんかも昨年だったりも東日本とかそういった大会では金賞を取ったりとか、すごいですね。そうですね、あ、昨年一昨年ですか、昨年のプロでね。吹奏楽部って、はい、野球部の応援、サッカー部の応援のチアリーダーと組んで、応援にも行かれたりするんですか？野球のは行きます、はい、そうですよね。そうするとその吹奏楽部としての活動と、その要するに応援をするっていう活動の2つ、そうなんです、動きがあるんですよね。そうなんです、はい、これはやりがいあるな。
ですから、活躍で、あとは吹奏楽部の場合には地域の方からお声かけていただけますので、いろんなイベントの時に駅前だとか、うん、例えば青戸公園とかのいろんなイベントがあるんですけども、そういったところで出演させてもらって演出させてもらって。ああ、すごいすごいすごい、はい、なるほどなるほど。やっぱりね、熱心に練習するだけだとやっぱりモチベーション下がると思うんですよ。発表の場が少ないと、それもで普通ね、学校ってそのコンクールに、例えばさっき先生おっしゃったように金賞を目指してとか大会目指してっていろいろあると思うんですけども、それ以外に球場で演奏するとかね、そういった機会がまた別にあるっていうのは、まあ一つ実力を発揮できる場があるんですね。そうですね、いいかもしれないなと思います。さてさて、それでは中学校高校別にその募集要項というか、はい、書いていただければと思うんですけれども、はい、では中学校の方ですけれども、はいはい、中学入試につきましては、うちは一般入試型とそれから選択型、はい、それから作文という適性検査のを意識した、はい、絞る型の作文という試験を、はい、3つの分かれた試験があるんですけれども、それぞれ一般型につきましては算数とか、はい、それから選択型につきましては算数、国語、英語、いずれか1科目選択。あ、1科目受験ですね。はい、ですから英語のみで受験するお子さんもいらっしゃいます。ちなみにこの中学校受験の選択英語の難易度は大体何級相当ですか？基本的に小学生のお子さんで、多くの場合には高いレベルというよりも、まず英語に興味を持っているお子さんを、まあ、入学してからやはりその強くしていきたいと思いますので、5級レベル程度でしたら十分点数が取れるような設定がしてあります。ライティングオンリーですか？そうです、ライティングオンリー。リーディング、リーディングです。あ、じゃあもう例えば単眼で音符を考えていて、で先ほども先生英語教育力入れてるとおっしゃってましたよね、はい、要するにだから英語の教育はうちでありますよ、はい、興味ありますかどうかっていうところで選別されてるということですね。そうですね、まあ、例えばもう、はい、明確に英語を頑張りたいっていう生徒で準備が遅くて国語算数まで手が回らない、例えばね夏の天王山で受験勉強だけども、例えば、小学校で、吹奏楽部入っててずっと勉強に、時間を割けなかった、ね、今から、4科目も勉強できないっていう子がとりあえず英語だけでも磨いとくっていうような戦略的な受験勉強ができる、ね、そうですね、はい、特待条件につきましては、じゃあ基本的に 65% 以上、今回のその点数の 65% 以上であれば7個の特待条件がついてきます。あ、それ人数制限なんですか？ないです。あ、はい、要するに実力オンリー。で、65点取ったら全員が特待条件つきます。わ、すごいですね、はい、で、その細分化されてるのはその上に行けばいいですね。そうなんですね、はい、まあ、一番いい条件ですと本当に授業料まで1年間全額免除というところまでなりますので、はい、ぜひそこはチャレンジしていただければ。そうですね、はい、あと高校入試につきましては、はい、こちらの特進選抜コースと、はい、それから文理進学コースというコースが分かれてまして、特進選抜コースの方に特待条件がついてます、はい、具体的に言いますと3年生の、まあ、3学期制でしたら1学期または2学期、2期制の学校でしたら前期または後期の中途段階の成績の、はい、いずれかですね、見込みたいですね、はいはい、その成績が5段階評価で、17以上で付帯条件がついてきます。一般の試験ですね、はい、これの様式っていうのは先ほど見たように都立を受ける子多いものですから、はい、完全に独自の問題になります。なります。中徳さんを第一志望で、考えている方はまずは内申をしっかり取るということが大切だと。はいはい、で、その内申がもしくも足んなかった場合でもちゃんと、過去問ですね、解いとかないと独自問題っていうことですからね。そうですね。学校によっては結構その都立に模したとか都立に準ずるような試験形式ですよって言ってるところもあるんですけども、しっかり本校のように自己作成で独自問題を作ってらっしゃるということですから、これは過去問をちゃんと手繰って何年かしっかり対策しないとということですね。そうですね、うん、先ほど特待条件につきましては、12月の入試相談会ありますので、はい、先生方の、うん、もうそこで、相談の方で例えば特進選抜コースの本校は特進クラス、それから選抜クラスがありますので、まあ、それぞれのクラスで、じゃあこれで相談でお答申させてもらいますと段階で、基本的には基準に満たしてほとんどその特待条件を満たしておりますので。なるほど、はい、ですからもうそこで特待条件がほぼ確実になるかなというところではあります。
なるほどなるほど。まあだからまずは学校に来て、で個別相談もしてということですよね。はい、高校でしたら内申をちゃんと持ってきてということですね。はいはい、休み中に入試の個別説明会っていうのをこれ中高一緒ですけども、はい、行っておりますので、ぜひここに来ていただければ、仮にまあ1学期の成績を見て基準に達していれば、特進クラスまたは分離進学クラスで大丈夫ですよアドバイスができる、ね、この話ができます。なるほど、はい、承知しました。こちら の詳しい情報ですね、概要欄に貼っておきますので、ぜひまあ、予約制になるんですか。いや、こちらが何歳予約制になります。はい、で秋口にある学校説明会はこれは予約は取りませんので、やっぱり去年のことがあったから、やっぱり予約制の学校説明会は早めにチェックしとくべきですね。そうですね、はい、ですから興味がちょっとでもあったらとりあえず予約をするっていうのは大切かなと思います。特に去年は予約いっぱいになっちゃったとか、従来よりもプラチナチケットになっちゃったってよく聞きましたから、概要欄に予定を貼っておきますので、お早めに予約をしていただければなと思います。はい、そうですね、お待ちしております。はい、それ詳しくは御校ホームページを見たりしていただければなと思いますし、はいはい、塾生の方は私は小笠原先生直接連絡できますので、何かありましたら質問は、ね、はい、受けていただけると思いますので、はい、それでは今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、ブラボーな一日をお過ごしください。さようなら。